What is life? There's a lot of ways to answer this question. The Funahashi Laboratory approaches the study of biological phenomena through the use of mathematical models, simulations, and quantitative experiments. うちの研究室はシステム生物学っていう研究をしてまして、生物をシステムとして理解するということをやってます。具体的にはですね、なんかそのある観測された現象を数式として表現して、でそれが数式として正しく表現できてたらシステムとして理解できるっていうふうに我々は考えているので、例えばシミュレーションをしたりですね、あと画像解析をして実験のデータから、定量的な数値を出したりというようなことをやっています。システムっていうと結構難しいイメージを持つかもしれないんですけど、もう簡単にはコンピューターとかも何か素子と素子とがこうやり取りをするっていうことによって構成されるもの、それによって例えばコンピューターのディスプレイに画面が映るみたいな、そういうようなところっていうのを成り立たせるものをシステムというふうに言ってます。これが意外にですね、生物の場合にも遺伝子と遺伝子のやり取りみたいな形でアナロジーを取ってあげると、意外にシステムはこうすごい秩序だって出来上がるっていうようなところが見えてきてたりしています。自分はシステム生物学という観点からネムリウスリカという生物の乾燥耐性のメカニズムを明らかにする研究を行っています。ネムリウスリカというのは面白い生物で、カピカピに乾燥してしまって一見死んでしまったような状態になっても、そこに水を与えることによってまた再生はして生き返ることができるという面白い能力を持った生物です。このネムリウスリカが、いろんな遺伝子を使って乾燥から生き返ることができるということが知られているので、その遺伝子がどういうふうに制御されているのか、それのシステムっていうのをたくさんのデータから明らかにするという研究を行っています。私は生物の発生初期段階の細胞が分裂する過程をコンピューター上で再現することによって、実際の細胞を見るだけではわからないような現象をコンピューター上で解明しようというような研究を行っています。具体的には線虫という私たち人間と同じ多細胞生物なんですけど、より構造が単純な生物を対象とすることで未知の現象を解明するというようなことを行っています。生物学などの実験では決めるべき条件がたくさんあるんですけれども、そういったたくさんの条件を最適化する手法を考えています。例えば細胞を培養するという実験でしたら、その培地に入れる液体の種類であったり濃度であったり、また培養する時間、これらを決める必要があるんですけれども、従来こういった条件は経験的に決められていました。これをベイズ的最適化などの手法を用いることによって自動的に最適化したいというのが、僕のやっている研究になります。現在世界中では、不妊症の患者数というものが非常に増えていまして、先進国では7組に1組いるということになっています。でその不妊症の方を、どのように、治療するかといいますと、お父さんお母さんの精子卵子を体外に持ってきてあげて受精してあげて、それをお腹の中に戻してあげると。で、そのお腹の中に戻すときにどの卵がいいか悪いかというものを判断してあげるシステムとして、画像解析と AI を使うということをして客観的に評価できるようなシステムを作ろうということを目指しております。誰もしてないことをしたいと思ってますね。誰も思いついてないことを思いつきたいとか、でも一方でそれは誰にも価値を見出せれないものじゃなくて、誰もが欲しいと思ってるんだけど、本当は欲しいと思ってるんだけど、誰も思いついたことがないっていうようなことを見つけたいっていうふうに思っています。そうですね、うちの学科の学生はすごい変わっててですね、そもそもその生物学も勉強するし、化学化学も勉強するし、コンピューターも勉強するし、物理学も勉強するといったようなすごい多様な学問を学んだ子たちが来るんですね。いろんな個性があると思います。自分一人で新しいこととか思いつくのってすごく難しいので、たくさん学生とディスカッションしたりとか話したりとかすることが僕にとってすごい楽しいので、あんまり怖がらない人が来てくれるといいかなって思ってます。